サイオト軍はアメリカ合衆国オハイオ州の南部中央、サイオト川がオハイオ川に合流する地点に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は79,499人であり、2000年の79,195人から0.4%増加した。軍庁所在地はポーツマス市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 サイオト軍はその全体でポーツマスショート試験を構成している。1803年3月24日にアダムズ軍から分離して設立された。軍名はサイオト側に由来しており、インディアンの言葉で鹿あるいは鹿の狩りを意味している。前オハイオ州知事テッドストリックランドが子供時代を軍内で過ごした。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は六百十六点一5平方マイルであり、この内陸地六百十点二一平方マイル、水域は五点九四平方マイルで、水域率は零点九六パーセントである。軍内の多くの場所、特に小2州立公園のある西半分は深い森になっている。ポーツマス市中心街、オハイオ川に架かるアメリカ国道二十三号線に新設された、 ユリシーズ・グラント橋、ケンタッキー州側から見る夜景主要、高規格道路群内には、南北方向のアメリカ国道23号線と、東西方向の道52号線という2本の主要幹線道路がある。その他州道では73号線、104号線、125号線、139号線、140号線、335号線、348号線、 522号線、728号線、776号線が通っている。他にも、軍内を通る修道が、幾本かある。鉄道のオォークサザン鉄道が長距離輸送用の貨物駅を、軍内に置いており、現在は、修理工場を再開している。アムトラックは、ニューヨークからシカゴをつなぐ、旅客列車、カーディナルを運行しており、サインオト軍民も利用できる。 駅は、オハイオ川を渡ったケンタッキー州、サウスショアにある。空港ポーツマスから州道335号線で、南東に約14マイル、ミンフォードにあるグレーターポーツマス地域空港が利用できる。定期商業便がある最も近い空港は、ポーツマスから、週間高速道路64号線で約60マイル東にある、ハンティントン、トリステート空港である。 サイオト群の公共交通はアクセスサイオトカウンティが行っている。小2州リン公園は面積8万8千エーカーと州内最大の公園であり、郡西部にある。ブラッシュクリーク州立公園が郡北西部に入っている。また、ポーツマスの西、アメリカ国道52号線沿いのアールトーマスコンディー公園など、各郡区にも多くの公園や、雇用地域がある。 こういう地としては、アイアントンレンジャーチックにある、ウェイン国立の森もある。この広さ24万1000エーカーの森は、サイオト群の3つの軍区で1万2000エーカーに広がっている。バーノーン軍区には6793エーカー、グリーン軍区には8万1695エーカー、ブルーム軍区には4 8 2 9エーカーが入っている。ポーツマス市内には、 住民と地域社会の用途のために14の公園がある。アレクサンドリア公園、オーランド公園、バノン公園、ブランチ、リッキー公園、バッカイ公園、シンディシークレスト公園、ドクター・ハートレージ公園、ラボールド公園、ラリー・ハイル公園、マウンド公園、ヨーク公園、スパルタン・スタジアム、トレーシー公園、ウェグホースト公園である。小2州立大学キャンパスにある。 ガーン・リフ芸術センターでは、ブロードウェイの劇や、ミス・オハイオのショーなど、多くの地元や移動公演の行事が開催される。軍内には、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている、ボニー・フィドル歴史地区、小2州立大学のクラーク・プラネタリウム、1810年の邸宅、グリーン・アップ・ロックス・アンド・ダム、フィリップ・ムーア石像邸宅、歌手ロイ・ロジャーズの記念品展示場、 南オハイオ博物館、スパルタン市民スタジアムがある。カーネギー図書館でもある、ポーツマス公共図書館とその5つの司書が1879年以来軍民にサービスしている。司書は、ルーカスビル、ニューボストン、マクダーモット、サウスウェブスター、ウィーラーズバーグにある。サイオト軍は、ポーツマスのリバーデイズ祭りでよく知られており、パレード、地元高校と協力した賞。 オハイオ川でのボートレース、音楽公演や移動遊園地が出る。レーバーデーの週末に開催され、木曜の夜から土曜のショートパレードまで続く。毎年8月第1週の1週間は、最大群祭りが開催されている。週内最大規模であり、毎年約7万5千人の監修が集まる。最初に開催されたのは1828年のことだった。 1908年には、ルーカスビルが公式会場に、ロイ・ロジャーズの帰京祭りが毎年6月に開催され、7月4日の独立記念日には多くの花火が打ち上げられる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ポーツマス市がサイオト軍の軍庁所在地であり、庁舎は六番通りとコート通りの角にある。1936年に建設された。 軍監獄はかつて軍庁舎内にあったが、現在は、ノーフォークサザン鉄道の駅があったアメリカ国道23号線、近くの地にできた新しい施設に入っている。2006年に建設された。軍内のルーカスビルには、南オハイオ共生施設がある。この施設は、州内唯一の最大安全保障刑務所であり、死刑囚が刑を執行される場所でもある。軍の保守用ガレージが、 ルーカスビルにある。サイオト軍ズサイオト軍は、下記16の軍区に分割されている。サイオト軍の経済は、ポーツマス市経済の成功と失敗に左右されている。1970年代まで製鉄所や靴、製造工場など、重工業が、軍経済を引っ張っていた。これらの工場が閉鎖されて、以降、職がなくなり、収入が減った。今日、 南オハイオ医療センターのようなサービス産業が、軍内最大の雇用主となっている。また、州内最新の州立大学である、小児州立大学がある。学生と、準学士、学士、修士の数は3300人から4000人である。最近の経済成長と変化は、南オハイオ医療センターと小児州立大学の、同行にかかっている。2002年11月、 近くのパイクトンにあるポーツマスウラン濃縮プラントがアメリカ原子力学会から原子力歴史記念物に認定された。1952年から1960年代半ばまでは軍用の核兵器のウラン濃縮に使われていたが、その後商業用原子力発電所の燃料生産に特化してきた。2001年には濃縮操作を止め運転支援と管理機能になり、 外部からの契約業務を遂行している。ウラン濃縮はケンタッキー州パデューカにある姉妹プラントに移された。この機能は2つのプラントで受け持っていたものだった。アメリカ合衆国濃縮会社のこの地域における利益はパイクトンに建設中のアメリカに遠心分離プラントで協力さを保っている。この営業ウラン濃縮施設は最大500人を雇用し、 年間分離産業単位350万の生産を行うと期待されている。軍内のフランクリンファーネス近くにはサンコークとデュークエナジーの会社もある。世界で靴紐の製造では最大の会社であるミッチェルレースも軍内にある。またやはり世界最大のオーク材製材会社であるグラーフ兄弟フローリングランバー社が軍内に製材所を2つ持っている。その本社は 川向こう、ケンタッキー州、サウスショアにある。以前に、オハイオ大学南キャンパスが軍内にあった。しかし、1980年代初期に、ローレンス軍のアイアントン氏に移転した。元大学の建物は、1986年に、州立の13番目の最新の大学として、設立された、小児州立大学となった。当初は、小児州立、コミュニティカレッジだった。 またデーマーカレッジもあり、2010年夏で学生数が300人を超えている。軍内には10の公共教育学区、1つの私立学校システム及びチャータースクールが1つあり、またいくつかのキリスト教系学校もある。教育学区は、ブルームバーノン、クレイ、グリーン、ミンフォード、ニューボストン、ノースウェスト、ノートルダム、ポーツマス、サヨトビルコミュニティ、イースト高校、 バレー、ワシントンナイル、ウィーラーズバーグがある。これら教育体系は学業だけでなく、スポーツや地域社会活動にも力を入れている。サイオト群は多くのテレビ市場の分岐線上にある。コロンバス、シンシナティ、ハンティントンチャールストンの市場がある。ポーツマスには地元テレビ局が2つある。CW テレビジョンネットワークの系列局。 WQCW はポーツマストチャールストンに事務所がある。最近できた WTZP、ザゾーンはアメリカ案ンの系列であり、ニュース、高校スポーツ、地域行事や地元政策の地域に関するショーなど、大量の地元中心のプログラムを流している。ラジオは AM が2曲と FM1 曲が群と、周辺地域に放送を送っている。新聞は3紙ある。 スポーツマスデイリータイムズが唯一の日刊誌である。コミュニティコモンは無料各週刊新聞であり、サインオートボイスは週刊誌であり、購読者に郵送されている。ユニバーシティクロニクルは小児州立大学の学生新聞である。上記のメディアの中で WTZP テレビ、AM ラジオ局の一つ、新聞のサイオオトボイスの三つのみが地元で所有され、運営されている。 1920年代から1930年代にはセミプロのアメリカンフットボールチームがあった。著名なのはポーツマスサイオトスティーラーズであり選手権コーチのジムソープなどがいた。1929年から1933年にはポーツマススパルタンズがいた。このチームは後の1934年に NFL に加入したデトロイトライオンズとなった。 スパルタンズは1930年にグリーンベイ、パッカーズを相手に最初のナイトゲームを戦った。野球ではポーツマス・エクスプローラーズが参加に入らないマイナーリーグ野球組織であるフロンティアリーグの最初期のチームだった。エクスプローラーズは1993年から1995年の最初の3シーズンでプレーした。1938年。 セントルイスカージナルスが所有するマイナーリーグのチームであるポーツマスレッドバーズが本拠地にしていた。小2州立大学は大学運動競技全米協会のメンバーである。公演のあるスポーツ11のうちの6競技で24の全国選手権に参加してきた。女子バスケットボールチームは1999年に全国制覇を行い、1995年は ベスト4だった。ソフトボールチームも全国大会に出場し、何度かベスト16に残った。1992年は10位、1995年は8位、1996年は9位、2001年も9位だった。地元12の高校、その他教育機関、成人リーグ、開発リーグが多くの競技会に参加している。 オハイオ州高校運動競技協会の55の大会に参加して、州の優勝を15回獲得した。ありがとうございます。